走る。これ意外とさ、意外と逃げれるよね。はい、逃げれますね。あー、どこ行っても敵がおる。一応エテさんについていきよるときは倒しときます。すごい、これなんか捕らえられてる人をなんか助けたんちゃう。これ助けましたね。捕らえられてる人も助けたら一応経験値入るんで、まあ助けてって損はないですね。ね、あ、ちょっと室内入ろう。うわ、何やこれ、駆逐されてる。何してるんだ。それ座れるんじゃないんですかね。座り方座り方間違ってるこれ。エテさん、今さっきの椅子のとこ来てください。何、椅子のとこって何。今さっき乗ってたじゃないですか、うん、乗って Q ボタンをその場で押したら一応なんか座れます。これ座ってるよ。これほらこうやって。あー、それしゃがんでる状態ですね。ユーリエさんも座ってますよ。え、どうやってんの。一応これでいい、乗ってください。椅子に、椅子乗って、で、ま、僕の方向を向いてください。で、Q を押したら、あ、もうちょっと前で押してください。で、あ、一応座ってますね。キングだね、キング。足が半分のめり込んでますけど。あと、ここを我が城としよう。はい。じゃあやろう。はい。フレハル。いや。フレハル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 。サダハル。サダハルは違いますよ。それは違う。違うやつですね。サンさん。フレハルってどこでしたっけ。フレハル。フレハラウ。フレハラウ。で、どこにいますっけ。錬金術師、錬金術師。あー。フレハルな。エテポンゲのレベルを5に下げてやろう。フレハルな。今日何行くの、ユポン。今日は、召喚されたマスカン。マスカ行きましょう、マスカ。ちょっとキモく言った今。今日はアルルンディ召喚しようってやつ。うん、早く行こうぜ。じゃあ行きましょう。早くユーポン連れてけや。でも僕が行ってもあれですよ、今パーティーのあれじゃないんで召喚がまだ。まあ行きますかとりあえず。あ、うん、そっか、ユーポンリーダーにしとこう。ああ、あれ。何爆笑しとる。目の前で
目の前で死んだってあ、走った走った走ったいけただったら置いた方がいいかロバ死んだやんか召喚できない何だえ、あ、ここなんあ、ここなんここじゃなかったあれ、どこあれ あ、いや、ここで合ってるちょっと山奥入ろうやじゃんさあエモ出しますようんいいよこっちこっちどっか行ってもうた出た出た出たもうよっしゃやるぜでもこれサンサに一瞬殺されそうで怖いやれやれやれサンサ殺せ殺せ殺せとかそんな表現使ったらあかんでこの子たちも生きてんねんだええんかほんまに召喚召喚しといて勝手に殺すっていうエテさんがエテさんどこエテさんいや見守ってますねちょっとさ、サンサンこっちに来るんだおおこいつかマスカンマスカンちょっとエテさん戦ってください任せろ脳筋対決じゃん脳筋対決ヘッドバットこれ出たヘッドバットちょっとジャイアントより通体がでかいからってボス面すんなよ、はい、よーえ倒したはいイエーイサンちゃんのおかげやねですねうん決してエテポンゲのおかげではないということを思い知らせてやりなさいあやっぱけど司令塔が良かったね今の戦いお前は何もやってないやろ司令塔見てただけだよね最初ねやっぱ指示するやつがいて初めて戦闘ってのは成り立つっていうのなるほどなるほど、うん、今一度実感されたいいねいい意味のある戦いだったと思いますでお前はとどめ刺したうんとどめはヘッドバットとどめはヘッドバットいや多分サンサンかな、うん、気づいたら死んでたねそんなことよりロバ死んだのがもう辛くて辛くていや帰ろいや飯うまー